全日本 S3 選手権第15戦、見事昨日に引き続いて連勝となりました福住二玲選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。昨日初優勝、嬉しい初優勝を飾って2回目、今日レースいかがだったでしょうか。まあ今日もスタートをバッチリ決めて、まあ、オープニングアップで少し後ろ離して、そこからまた昨日みたいに引き離そうと思ってレースしてたんですけど、まあ思った以上に離れなくて、ちょっとずつまた中盤離れていって、でそこでちょっと雨が降ってきて、でトップ走ってたんで、その路面の状況とかも把握しながらだったんで、あんまり攻めきれなかった部分もあったんですけど、まあ、無事に最後までミスは多少あったと思うんで、そこは反省して、まあ、最後まで無事に走って優勝できたんで良かったです。まあ、その昨日京都2連勝をさせていただいたチームの皆さんだったり田中監督に感謝したいです。レース途中で、少し雨がぱらつくシーンがありましたけど、ちょっと気持ち的な部分とかいかがだったでしょうか。もう本当にどれぐらい降ってるかもわからなくて、これでぐらい降ってたらどれぐらいグリップするとかも、まあ、不安を抱えながら走ってて、多少ちょっと緩めてしまう部分もあったんで、まあ、もっと今後はいろんな路面に対応できるように、まあ、自分も努力していきたいなと思います。次は最終大会のスゴ、F3 では初参戦ということになると思いますが、いかがでしょうか。まあ、僕もそんなに、まあ、不得意ではないと思うんで、まあ、まだ F3 では走ったことないんで何とも言えないんですけど、まあ、この流れ、まあ、僕に今流れは来てると思うんで、その流れにしっかり乗って、まあ、このまま連勝をつなげたいなと思います。はい、またいいレース期待してます。ありがとうございます。ありがとうございます。